こんにちは。428続きから読んでいきたいと思います。前回ついに午前中がやっと全員分終わりましたので、今回から午後の部に入りたいと思います。じゃあとりあえず最初大沢さんから読んでいこうかな。いきましょう。雨が止まない。いつまで経っても雨が止まない。あの日からずっと心の中に雨音が刻まれている。心をかき乱す雑音はすべて排除して生きてきた。うん。しかし、情緒的ですね。あの雨音だけはどうしても心の中から消えない。うん。すごい詩的な始まり方でしたけど。あ、これはどこ？キング・ソロモンズ・フィラーズって書いてあったの、今。大沢は、アルバムの最後のページに挟まっていたポストカードをぼんやりと眺めていた。うん。2年前、マリアと一緒に中東に行った時に買ったものだ。中東か。大沢が中東に出張すると言うと、マリアはついて行きたいと言い出した。中東のティップ読んでみましょう。中東、元来はイラン、アフガニスタンとその周辺の地域を意味したが、現在ではインド、アフガニスタンを除く西アジアから地中海沿岸のアフリカ北東部を含む地域を指す。ただし日本ではイスラームの影響の強い地域をまとめて中東と呼ぶこともある。うん。中東の方がなんとなく馴染みがあるけど。マリアさん中東に興味あんのかな？中東問題に興味を持ち始めていて、どうしても現地に行ってみたかったらしい。中東問題。うん。パレスチナ地域にイスラエルを建国したユダヤ人と、そこにもともと住んでいたアラブ人との間で起きている摩擦。宗教と歴史が複雑に絡み合った紛争であり、とてもこの場で語り尽くすことはできない。うん。これは実際のリアルの世界の話でもあるのよね。まあ、ちょっと世界史とかこういう問題、すごく疎いから、あまり口出せないんだけど。すごく苦手な分野ですね。でも興味はある。普段はほとんど話をしないので、マリアの態度に大沢は面食らった。飛行機の中でのぎこちない会話や、一緒に食事をした時の気まずい沈黙が、随分と遠い記憶として思い出された。あー、あるよね。パパと娘ってね、難しいよね。話題も合わないし。奥さん、困ります。部屋の外から梶原の声が聞こえた。うん。そう、マリアさんが誘拐されたから、家に刑事さんがいっぱい来てるっていうとこですけど。なんでよ。ちょっと出かけるだけでしょ？梶原と愛が口論しているようだ。いつものように生活して構わないって言ったのは誰？いや、ですが、ただ待てって言われる人の身にもなってよ。愛が金切り声を上げているので、大沢はなだめるために書斎から出た。愛さんはね、義理のお母さんだから。待ってください、お母さん。お母さんじゃない、奥さん。奥さん。ちょうど階段を降りかけたところで、梶原の制止を振り切って、愛は外へと出て行った。愛さんどこに行こうとしてんの？お買い物？自分が何を言っても、愛はどの道出て行っただろう。下手に引き止めれば、騒動はますます大きくなっていたに違いない。そうならなかっただけマシだと思い、書斎に戻ろうとすると、梶原と目が合った。なんか、大沢さん、可愛いもっこもこのスリッパ履いてるね。てか、家なのに会社みたいな廊下だな。仕方なく階段を降りて、梶原に頭を下げた。大変だね。梶原さんも大変だよね、実際。わ、すごい音。時計の音かな。梶原さん。ちょこんって座ってる。かわいいね。どこ行くんですかね、こんな時に。梶原が首をかしげた。私に聞かれても。ですよね。奥さんといえども、結局は別の人間ですものね。そうそう。夫婦といえど他人。大沢の右眉がつり上がる。その通りだが。なんか気に障る言い方だな。いやいや。ただ事件が起きてからお二人とも自分の部屋に閉じこもっているもので。ああ。話しているうちにだんだんとイライラしてきた。本当に愛し合ってるんですか？みたいな。感づいてるよね、梶原さんは。だから？夫婦の会話がないなーと。鋭い。夫婦の会話、ティップ読んでみましょう。ある調査によれば、夫婦の会話がほぼ皆無という家庭は、全体の 6% に当たるらしい。あー、少ないのかな？少ないと
とは思うけどね。その理由は疲れて話す気力もない、途中で喧嘩になるが多く、中にはそもそも話すネタがないという回答もある。話すネタがないってことあるのかな、夫婦で。夫婦だったらね、何でもかんでも盛り上がる感じがするけど。余計なお世話だ。まあね、そこまで踏み込むべきではない気もする。大沢が不機嫌そうに言うと、梶原は小さく頭を下げた。だいたい会話がないのは今に始まったことじゃない。そもそも私は無駄な会話をしない主義なんだ。あ、そうなんだ。要件だけみたいな。はあ。無駄な会話をしない主義に切符がありますね。はい。大沢健二には丸一日何も会話をしないで終える日がザラにある。おう。口を開くのは歯を磨くためと食事を取るときだけ。極端じゃない？これまで14日間連続で会話なしの記録を持つ。そんだけさ、会話しない日が続くとさ、なんかよく聞くのがコンビニでレジの人になんか言うときに声が思うように出ないっていう。あれ本当にあんのかな？大沢さんはウイルス大好きだからね。梶原が納得できなさそうな顔をする。喋んなくてもいいと思ってるんだよね。ウイルスのような微小生物は会話などしない。それでも生きるために増殖を繰り返す。ああ、なるほど。ウイルスのことを思い浮かべると、大沢は体を何かで貫かれたような感覚に襲われ、自信がみなぎる。こう、ウイルスの生き様を毎日見てるから、それの影響もあんのかな。明確な目的さえあれば、会話など不必要だってことだ。まあでも言わないと伝わんないことって山ほどあるからな。人間だからな、うちらは。では大沢さんご夫婦にとっての明確な目的は？おぉ。決まっているじゃないか。家庭であるということだよ。梶原は腕組みをして考えている。重苦しいな、この空気。まあ大沢さんが無駄な会話をしない主義だってことは分かりました。分かればいい。梶原は一度腕組みをほどくと、再び組んで眉間にシワを寄せる。しかし妙ですね。それにしては私と随分無駄話をしてる気が。怖い、梶原さん。怖いけど、もっと突っ込んでってほしいわ。面白い。君が話しかけてくるからだろう。私はそれに付き合ってるだけだ。思わず血管が切れそうになった。まあでも大沢さんもさ、なんで怒るのって感じじゃん、ここで。なんか図星だから怒ってんのよね、きっとね。お、どうしました？田中がリビングから顔を出した。あ、これ田中さんか。遠くから見るとなんかわかんなかったわ。ちょうどよかった。話がある。大沢は田中を呼び寄せた。助け舟だね。梶原さん、悪いがちょっと外してもらえないか？ねえ、そんなとこに可愛らしく座ってないで。てん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 。梶原さん。梶原はその場に座り込んだまま動かない。もうちょっと聞いてたいんだみたいだ。梶原さん？大沢がきつく睨むと、梶原はニコニコしながら答えた。うん。なんでしょう。なんでしょうじゃない。外してくれ。聞かれてはまずい話ですか？ああ、仕事の話だ。外部の人間に聞かれたくない。そうですか。いや、いい、梶原さん、好き。刑事コロンボとか、あれみたい、田村正和みたい。梶原はしぶしぶと腰を上げ、リビングに入っていった。まあ、守秘義務って言ってしまえばな。田中。例のメールなんだが、うん。言いかけて慌てて口をつぐんだ。怖い。いいなぁ。梶原がこちらをじっと見つめている。何をしてる？いや。見てはいけないんですか？大沢の顔がみるみる赤くなる。見てはいけないとは言われてなかったもので。そんなもの常識で考えればわかるだろうが。いいなぁ。いい感じに魚でしてくるね、梶原さん。梶原は、寂しげな表情でリビングのドアを閉めた。大沢は大きなため息をついた。人との会話にこれほどエネルギーを使った記憶がない。すごいな、さすが。それで話というのは？うん。
あのメールのことだが。わからないんだ。牧野常務はどうやって抗ウイルス剤を外部に持ち出したんだ。開発途中の新薬を外部に持ち出す場合、大沢を含めた執行役員会議での承認が必要になる。まあ、そんなん無視して持ってったんじゃないの？つまり、大沢に内密で抗ウイルス剤を外部に持ち出すのは不可能なのだ。そうなの？大沢の質問に田中はためらいながら答えた。どのぐらいの大きさがあるんだろうね、全部で。社内における社長派と会長派の争いはご存知ですか？社長派と会長派。田中の問いに大沢は首を左右に振った。根っからの研究者であるため、派閥争いには全く興味がなかった。抗ウイルス剤は牧野常務を中心とした会長派の研究なんです。あ、そうなんだ。牧野さんは会長派。だから、担当執行役員である牧野常務ならば、会社の承認がなくても。いや、それにしても、あのセキュリティはどうする？研究所から抗ウイルス剤を極秘に持ち出すのは物理的に不可能だった。なぜなら、抗ウイルス剤の保管区域に入るためには、大沢と田中の指紋認証が必要だからである。あ、そうなんだ。じゃあ、どっちかがいないと、持ち出せないんだ。え、でもさ、そんなこと言ったらさ、田中さんが、裏でなんか手組んでんじゃないのって思っちゃわない？それしか考えられなくない？ちょ、指紋認証読んでみましょう。指紋認証。あ、すごい。映像付きだ。指紋で個人を認証する技術。生体認証、バイオメトリクスという人間の身体的な特徴を用いて個人を認証する技術の一部分野で。手のひらの静脈や角膜と水晶体の合間の薄い膜である虹彩を利用するなどの技術もある。ちょ、映像見てみようか。おお、おお。すげえ。あ、なんか特徴となる部分を照合してるって感じなのかな。あ、でもさ、今思ったんだけどさ、大沢さんの娘が双子だったっていうのもあって、大沢さん自身が双子だったっていう可能性はないのかな。まあ、双子が指紋認証通るのかどうかってのはわかんないけどさ、なんか物語的にそういうのありそうだよね。つまり、基本的に二人が揃っていなければ、保管区域には立ち入ることすらできないのだ。あ、なるほど。どっちもいないとダメなんだ。それは難しいね。保管区域のティップ。危険なウイルスを扱っているため、抗ウイルス剤が保管されているエリアにたどり着くには、ID カード照合、指紋認証など三重のロックを通過しなければならない。また、研究所の入り口には、複数の警備員が24時間体制で配置されており、外部の人間が保管区域内に入り込むのは不可能に近い。あ、そうなんだ。よっぽど厳重ですね。確かにそれはそうですね。田中も首をかしげた。ということは、まあ、田中さんが仮に裏切り者だったとしても、まあ、一人じゃ無理ってことだもんね。大沢は言った。あ、選択肢ですね。三つもある。A、指紋認証プログラムを書き換えたのかもしれない。B、保管区域の出入履歴を調べてみよう。あ、これいいですね。C、牧野常務に会って、直接聞くしかないな。あ、そっか。でもさ、出入履歴を簡単に見れるんだったら、さっさと見た方がいいような気もする。一旦 B を選んでみてもいいですか。保管区域の出入履歴を調べてみよう。うん。署内への、出入りには、誰であろうと必ず警備員に ID カードの提出をしなければならない。その記録は漏らさずコンピュータで管理されていて、そのログを見れば不審な出入り記録をチェックすることができる。それはもう調べました。特に不審な履歴は見つかりませんでした。田中が首を小さく振りながら言った。まあでもな、田中さんが見ましたって言ってくるのがちょっと怪しくなっちゃうな。ご心配ならご自分で問い合わせてみては。いや、わかった。大沢は渋い顔でうなずいた。大沢さんが田中さんのことをだいぶ信用しすぎてるんだよな。抗ウイルス剤が臨床試験に使われたのは事実だ。牧野本人か、あるいは牧野の息がかかった誰かが研究所から持ち出したのは間違いない。しかし、どうやって？誰にも気づかれずに持ち出す方法などあるのだろうか？いくら考えてもわからなかった。お、梶原さんか。小さな音を立て、リビングのドアが開いた。梶原の顔が硬直して青ざめている。え？どうした？大変なことになりました。最悪の状況が頭に浮かんだ。
まさか。まさか。マリアの身に？違います。ゆっくりと首を左右に振った。じゃあなんだ。声が震えた。いいですか？落ち着いて聞いてください。うん。梶原の言葉に大沢は息を飲んだ。何？怖いんだけど。実は、トイレが詰まってしまったんです。それは一大事だ。それは一大事だ。すぐ何とかしなければ。なるほどね。大沢はラバーカップを手にしてトイレの詰まりを必死に直していた。大沢さんぐらいの財力だったら、なんかお手伝いさんとかいないのかな。そのすぐそばでは梶原が床を雑巾で拭いている。まさかこんなことになるとは。一応ラバーカップのティップ読んでみましょう。棒の先に柔らかい半球状のゴムがついた掃除用具。詰まった流し口に押し付けて、その圧力で異物を押し流すことができる。正式名称はラバーカップだが、この名前で呼ばれることは少なく、すっぽん、ずっぽん、ずぽずぽん、ずっぽん、ずっぽん、かっぽん、かっぽん、かっぽん、がっぽ、ちゅっぽんなど、確かに。確かに、実に適当な呼ばれ方をされる。そうだよね、私もトイレすっぽんってするやつって呼んでるもん。ずっぽんずっぽんはあるな。あるある。ティップ面白いな。てかずっとそのすっぽんの音がね、ずっと耳元で鳴ってるのよ。それはこっちのセリフだ。なんでこんなことに。マリアさん誘拐されてんだぞ。ぐいぐいとラバーカップを便器に押し込む。トイレの詰まりを直すなんて生まれて初めての経験だった。あ、そうなんだ。しかし不幸中の幸いでした。何が幸いだ。これは不幸中の不幸だろう。いや、まだ用を足す前でしたから。あ、そっか。そうだよね。梶原さんのうんこが詰まったわけじゃないんだ。あ、待って、オートプレイしちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。真顔できっぱりと言うと、梶原はバケツを持って洗面台に向かった。でも、用を足す前だったってことは、まあ、誰かが、まあ、大きめのうんこを放置したか、なんか誰かが異物を流そうとしたんじゃない？どんどん怪しいことが出てくる。怪しいな。はぁ、あ。怒りを我慢しながら何度も何度もラバーカップを押す。滑稽だ。あまりに滑稽すぎる。ね、そのラバーカップの画像をさ、パンパンってしないでよ。これが娘を誘拐された父親のすることか。うん。仕事で最大のトラブルに巻き込まれた男のすることか。いや、まあでもトイレは仕方ないよ。治りましたか。田中がトイレに顔を出した。小便だったら2階のトイレを使ってくれ。いえ、ここで結構です。そう言うと田中は急にトイレのドアを閉めた。ああ、お話がしたいのね。びっくりした。トイレしに来たのかと思った。狭いトイレに2人がぎゅうぎゅう詰めになる。なんだ？田中が鏡越しに大沢の顔を見つめる。怖いね、田中さん、やっぱり。そして大沢にだけ聞こえるほどの小さな声で言った。待ってたんです。二人きりになれるの？え？そういう流れ？怖いんだけど。え？真剣な眼差しに見つめられて、大沢は目をそらすことができなかった。こう、腐女子大歓喜みたいな、そういう流れじゃないの。田中さん。田中さん、髭きっちり剃ってんな。所長、少しの間、静かにしてもらえますか？田中の瞳が心なしか潤んでいる。すぐ終わりますから。え、どういうこと？ささやく田中の生温かい息が大沢の顔にかかる。田中が懐に手を差し入れた。え、何？怖いんだけど。A、ふざけるのはよせ。大沢はラバーカップを構えた。B、話なら外で聞こう。大沢は田中をトイレから押し出した。まあ、これは普通だよね。C、わかった。好きにしてくれ。大沢は静かに目を閉じた。これおかしいでしょ。おかしいでしょ、これ。ちょっとギャグ展開になりそうだから C 選んでみてもいいですか？わかった。好
キーにしてくれ。王様は静かに目を閉じた。どうなんだろう。バッドエンド行きそうだな。カサカサ。心の準備はいいですか？いや、さすがに唐突すぎて正直混乱している。わかります。しかし思えば、君と私は一日のほとんどの時間を研究所の中で一緒に過ごしてきた間柄だ。遅かれ早かれこうなっていたんだろうな。もうやだ。やだこういう展開。所長、目を開けてください。ほら、これを見て。あ、なんか正解っぽい？勘弁してくれ。いきなりそんな。お願いです。見てください。いや、無理だ。僕一人じゃどうしようもないんです。びっくりなさると思いますが、見てください。何？びっくりするほどのものなのか？どういう話してんのこれもう。ええ、きっと。目を開けてください。わかった。いや、やっぱり無理だ。辛いんですよ、僕だって。田中さん何見せようとしてんのこれ実際。わかった。何これ。意を決して目を開けると、田中が携帯の画面を突き出していた。うん。見てください、これ。え？液晶画面には思わぬものが表示されていた。まあ、少なくとも、腐女子的展開では、BL みたいな感じではなかったな。よかった。大沢さんの早とちりでしたね。もう、大沢さんたら。あー、キープアウトだ！そっか、じゃあ正解だったのかな？じゃあさ、ここラバーカップ構えてたらどうなってたんだろう？ちょっと見てみてもいいですか？ラバーカップ構えて、静かに。チクリと刺すように田中は言い、スーツの内ポケットから携帯電話を取り出した。あー、これは普通にさっと取り出してくれるんだ。うん、せっかくなら全部見ようかな。最後の選択肢だけ全部見ようかな。じゃあ B、話なら外で聞こう。大沢は田中をトイレから押し出した。これ出せないんじゃない？ちょっと待ってください。田中は大沢を押し戻すとスーツの内ポケットから携帯電話を取り出した。ああ、何でもいいんだ本当に。じゃあもう一個前の選択肢、別のも選んでみようかなと思います。指紋認証プログラムを書き換えたのかもしれない。大沢の出張中に大沢以外の何者かが入れるよう指紋認証プログラムが改造されたのではないかと考えた。それならば大沢抜きで保管区域内部に入ることは可能だ。もちろん田中が協力しさえすればの話だが。お、こっちだと田中さんが怪しいって気づいてるな。そんな大沢の考えを察し、田中が驚いたように目を向いた。所長、まさか私が協力したとでも。いや、ただの可能性を言ったまでだ。お、疑ってる。いや、その可能性はゼロですよ。システムの再構築をするためにも役員会の承認がいります。所長自身の、認可が必要なんですから。ああ、確かにそうだ。休まない。大沢は渋い顔でうなずいた。そこを何とかするポイントがあるんじゃないか。ああ、一緒か。じゃあ、抗ウイルス剤がどうやって持ち出されたのかって話で、牧野常務に会うっていうのが筋道な感じもするから C 選んでみましょう。牧野常務に会って直接聞くしかないな。もともとこっちの予定だったからな。抗ウイルス剤が臨床試験に使われたのは事実だ。牧野本人か、あるいは牧野の息がかかった誰かが研究所から持ち出したのは間違いない。これ一緒かな？しかしどうやって？いくら考えても分かんなかった。あー、こんだけか。じゃあ一応 A で田中さんちょっと疑っといてから次に進みましょう。そうしましょう。はい、じゃあ大沢さんとりあえず12時20分まで読んで、キープアウトということは他の主人公のどっかしらの文章からまた飛んでこれるっていうことですね。ね、ちょっと、すごいな。すごい、なんかホームビデオみたいな、いい写真ですね。じゃあ今んとこ大沢さんとつながってそうなのは、まあ、加納くんかな。加納くんしばらく読んでないし、読んでみましょうか。ほい。はい、アタッシュケースのリレーを見守って1時間半が経過した。うん。ずっとお仕事してますね。そのリレーの行き着く先は未だにわからない。外国人との距離は約10メートル。可能の足で飛びかかればすぐに確保できる距離だ。しかし、犯人を泳がせろという捜査本部の指示に変更はない。うん。
そういろんな外国人の人がアタッシュケースをリレーしています。またも目の前でリレーが行われる。だんだんとこの奇妙な行動を見ても驚かなくなってきた。しかもずっと渋谷にいるんだよね。渋谷の中でぐるぐるしてる。もう1時間半になるな。笹山さん、いつの間にか後ろに笹山が合流していた。笹山さん結構目立つよね。てかこの2人が一緒にいるのがすごい目立つわ。逃亡する気配もなく、ただ歩くだけ。どういうつもりなんでしょう。妙だな。笹山も首をかしげた。加納は心の中でデカの心得その89を思い出した。なんだい？おお、デカの心得その89。意味がなさそうなものほど必ず意味がある。なんか銀魂のタイトルみたい。立野の教えの通りならば犯人グループの行動にも必ず意味があるはずだ。なんかすごいね、この 3D で CG で動くの初めてかもね。捜査陣の撹乱が目的？いや、リレーをして歩き回ったところで単なる時間稼ぎ程度にしかならない。そもそも時間を稼ぐこと自体が犯人の目的だとしたら、結構いい線をついている気がしたので、さらに考えを進めてみる。うん。時間を稼ぐことで確実に身代金を入手する方法。なんだろう。やっぱ爆発？待てよ。加納は突然ひらめいた。もしかしたら。おお。A、ケースはすでにすり替えられているのでは。B、身代金はすでに抜き取られているのでは。ケースごとか中身の身代金かっていう話か。でもさ、身代金抜き取るって言ってもさ、加納くんずっと追っかけてたから、それは難しくない？ケースだったらなんかまだ物陰でさっと取り替えられるような気もする。どっちだろう。とりあえず A から選んでみましょう。ケースはすでにすり替えられているのでは。うん、それならば合点がいく。次々と犯人が入れ替われば、どうしても捜査陣は人間の方に気を取られる。その間にアタッシュケースをすり替えてしまうのだ。加納は自分の考えを笹山にまくし立てた。うん。笹山さん、なるほど、あり得る。もしかしたらすでにアタッシュケースはすり替わった後かも。笹山との間に緊張が走る。そうなったらまずいよね。加納、久世さんに報告だ。はい。慌てて無線を手に取った。ところが、久世の返事はあっさりしたものだった。うん。もう久世さん久しぶり。アタッシュケースに異常はないぞ。え？そんなバカな？バカはお前だ。異常はないってもう分かってんの？久世は呆れながら言った。あのアタッシュケースには識別するためにタグが付けてある。犯人グループが全く同じタグを用意できるとは思えん。なるほど。え、じゃあ身代金が抜き取られてるかもしれないってこと？タグ？そういえば確かについていた。あ、そうか。あ、そうかじゃない。お前は頭よりも体を使え。ひどい。久世には一方的に否定されたが、それでも犯人たちの行動には引っかかるものがあった。でもタグがどういう感じかにもよるよね。プラスチックで剥がせるやつだったら貼り替えちゃえばいいもんね。うん。外国人はアタッシュケースを抱え、リレーのスタート地点である渋谷の駅前に戻ってきた。おいおい、振り出しに戻っちまったよ。笹山がうんざりした声を発した。犯人グループの意図が全く読めず、加納も次第にイライラしてくる。どう見てもただ街をうろついているようにしか思えない。その時、外国人に一人の女性が近づいてきた。おお。お？なんかこの女の人初めて見たけどさ、なんとなくうさんくさいな。うさんくさいっていうか怪しいな。若い日本人の女性。今までの犯人たちとはまるで雰囲気が違う。